れ様でした。お疲れ様です。川留さん、今日みんなで焼肉行こうって言ってるんですけど、あ、この間できたあの新しいお店の。お、焼肉、はい、いいね。ごめん、今日ちょっと予定があって。え、そうなんですか。うん、じゃあお疲れ様でした。失礼します。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。ちょっと、お、ちょっと早乙女さんは忙しいの。誘うならもっと事前に言わないと。忙しいって、部長、この間だって1週間後の送別会断られたんですよ。ダメだ、もっと前じゃないと。で、今日は何のソロ活ですかね、早乙女さん。ん？ソロ活？そう、単独ソロで活動するからソロ活。早乙女めぐみ、一人で好きな場所に行き、一人で好きなことをして、一人の時間を楽しむ、そんな彼女をソロ活女子と呼ぶ。ソロ活女子のすすめのすすめ。はい、じゃあどう？でっかいんだよ、声がでかいんだよ。ソロ活女子早乙女めぐみがソロ活に勤しんでいる間、同僚たちは密かにある計画を進めていた。第3回編集会議を始めます。こう見えてここは出版社である。彼らはソロ活に関する書籍を編集しようと試みていたのだ。じゃあまず、あの会議を始める前にソロ活とは何かっていうことを今一度こうまとめてみようかね。はい、お願い、はいはい。ソロ活とはソロ、つまり単独一人で活動することです。普通なら2人ないしはグループでやるようなことをあえて一人でするっていうとこがミソですね。はい、さらにソロ活は一人で活動することを自ら選択しているというのが特徴ですね。でもコミュニケーションが苦手でしょうがなく一人で活動するっていう方ももちろんいるんですけど、みんなでワイワイしたいときはする、でも一人で活動する時間は大切にしています。でもさ、始めるきっかけとしてはこうコミュニケーションの問題があるっていう場合もあるよね、早乙女さんみたいに。え、早乙女さんそうだったんですか。まあね、でもまあおいおいね、それはね分かっていくと思うから、まあ楽しみにしておいて。え、誰に向かって喋ったんですか。ああ、まあそれはいいのね。あのね、具体的にソロ活がどういうものかっていうことを、まあこれからみんなで考えていきたいんだけど、でみんなどう、こうリサーチの状況とか進んでる。おおや、これあれ、第3回目にしてもうついにネタが切れたって感じかな。これはまさか、ソロ活は無限に広がる宇宙ですよ。だよね。はい、だからみんなね、手あげないってことはね、これね、先生が当てちゃうから、これいくよ先生。はい、じゃあいつもはるかちゃんが説明してくれてますから、今日はやっぱりはるかちゃん。あれ、今ちょっと油断した、ね、油断とかしてないですよ。あ、どうぞどうぞプレゼンして。いつもしょうもないネタをさ、ご利用してぐいぐい進めてくるんだから。でもさすがに今回は自信がないというか、パンチないかもしれないんですよ。はるかちゃん大丈夫、今のところ僕とはるかちゃんは2連続ヒット、あやこさんは2連続三振、頑張って。そっか、誰が三振だよ。
なんで笑ってんだよ。はるかちゃん、お疲れ様です。じゃあ私が今回体験したソロ活は、うん、ソロバイキングなんですけど、どうですかね。バイキングね、食べ放題ね。それ普通なんじゃないか。ないか。待って待って待って、これいや盲点だよ。いやむしろこれ場外ホームランだよ。はい。だってさ、考えてみればバイキングってこう自分がさ食べたいものを取りに行っても大勢で行ったってさ、こう行くときみんなバラバラでしょ。でそもそもソロで行動してるということは、バイキング食べ放題はソロ活に向いてるって言えるんじゃないの。そうなんですよ。だからソロ活でも全く目立たないというか、周りの目が気にならないんです。確かに。しかも大勢で行くと、あの料理を取りに行くタイミングとか測るじゃないですか、会話の切れ目とか。ああ、その通り。もうさ、次早く行きたいのにさ、こう食べるのが遅い人待ったりしてさ、もう私なんかイライラしちゃう。それソロ活だとストレスフリーです。忖度の必要なしってことか。はい。さらに言うと、バイキングはこうソロ活にありがちな、こんなに一人じゃ食べきれないよっていうハードルもない。こう自分が食べたい分だけ自分が食べたいものを食べる、これってグルメ系ソロ活の最高峰なんじゃないの。たまたまた彩子さん結構いいと思っちゃいましたね。いや、まあまあまあ、ネタ的には悪くないんじゃないの。まあ、じゃあ何ページか振り当てちゃおうかな。 おすすめソロ活ベスト30に入れたらいいんじゃないですか。そうね、ありがとうございます。やった。じゃあ彩子さん、そろそろ私のプレゼン企画いいでしょうか。あ、どうぞどうぞ、勝手にやって。てかさ、またどうせ下手な小芝居するんでしょ。あ、でもさ、こういうのがいいっていう人もいるんだよね。それが分かんない。何ですか。あ、なんでもない、なんでも。もう早く済ませて。はい、それでは僕の企画です。ソロ活中に人目が気になってしまう初心者のための偽装工作集。いや、ネタあんのこれ。まだまだありますよ。ソロ活中に一人ぼっちと思われたくない初心者に向けて、私一人ぼっちじゃないですよってアピールするための偽装工作を紹介するこの特集ですが、はい。で今日は、今日はですね、みんなでワイワイするところでも使える偽装工作です。ということは結構使えるっていうことですね、うん。なんで偽装することが前提なの。じゃあちょっとやってみますか。よし、ダンシングバージョンスタート。ダンシングバージョン本番、イエーイ、スタート。ないフィーバー、ないフィーバー、やっほー。やっぱりクラブでダンスは楽しいな。ちょっと見て、あの踊ってる彼女一人で来てるのかな。まさか一人で来るわけないんじゃない。はい、ここで偽装工作。おー、もうこんな時間だ。あの子ったらどうしたんだろう。待ち合わせをもうとっくに過ぎているっていうのに。しょうがない、あの子が来ないんだったら一人で踊ろう。ナイフィーバー。友達と待ち合わせているんだね。うん、遅れちゃってるんだね、かわいそうだね。アイバットオッケー、大成功。これ使えますよね。友達と来るはずだったのに遅れちゃって来ないっていう設定ですよね、うん。石岡さん天才。まあね、うん、まあね、天才でも何でもないだろう。てか本当芝居下手だね。愛子さん、こういう情報読者は望んでますよ。望んでないでしょ。だってさ、もうこんなさ偽装工作なんてする必要ないわけじゃない。そもそも早乙女さんはそんなことしてないと思う。だから言ってるじゃないですか、ソロ活初心者のためのって。初心者ね、うん。じゃあいいですか、偽装工作集第3弾採用ってことで。いいんじゃないの。ありがとうございます。っていうかこれ需要あんの。ありますよ。じゃあ次彩子さん行ってみましょうか。あ、私の番ね。お願いしますよ、期待してますよ。分かってるよ、ずっとダダ滑りだったから。ちょっといや気にせず気にせず行きましょう。滑ってよ、滑ってない、たまたま趣味が違っただけで。っていうかさ、私のこのプレゼント偽装工作集とどっちが支持が厚いかって話よ。言い訳はいいですから。まあ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 。言い訳じゃないの。分かってます分かってます、いいじゃないですか。過去のことは、過去は変えられない、でも未来なら変えられる。お、楽しみ。あや
代子さんの企画はやっぱり私たちとはレベルが違うんですから。それ前回も言ってたよ。当たり前でしょうが、よし、すいません、彩子さん、お願いします。あ、じゃあ、まあ、ソロ活はやってみると自分の世界が変わる活動でもあるということで。来るよ、これみんな来るよ。題してソロ活を極めると永遠の勝者でいられる。永遠の勝者なんか嫌な予感がする。みんな帰る支度しよう。ちょっと待った、ね、絶対に今日自信ある。本当ですか？本当。じゃあどうぞ。永遠の毎ターン、絶対に勝てるソロボードゲーム。え、どういうことですか？人生ゲームだったり、こういろんなボードゲームがあるでしょ。いや、ボードゲームだけじゃない。トランプだって、麻雀だって、これだいたい複数の人間がやることの象徴ってのゲームでしょ。そりゃそうでしょ。それ、うわ、でかい。そもそもソロ活の一面っていうのは、これ絶対大人数でやるやつじゃんっていうのをあえて一人でやって新しい魅力に気づいたり、またあるいは本当の魅力に気づいたりするわけでしょ。確かに、ね、だから一人でボードゲームをやってみたわけ。でもどうやってやるんですか？いや、そういうのって普通その相手がいて成立するっていうかね。そうですよ、順番にサイコロ振ったりカード引いたりするわけですよね。だから永遠のマイターンだよ。これは自分との戦い、そして最後は必ず自分が勝つ。はい、じゃあ今日の編集会議はこの辺で終わりましょう。あれ、おいおい、みんなやんないのね。やってみたらいいんじゃないね、ボードゲーム。やってみたら。お疲れ様です。ボードゲーム、あの仕事は。やってみたら一回。目が怖いです。ボードゲーム、ちょっと一回やってみたら。いや、一回、いや、ね、ボードゲーム、いや、これ以上やってみたら。いや、これ以上話してもらった。ちょっと待って、助けて。ね、ボードゲーム、いいし、お母さん、ね、ボードゲーム、助けて、ね、ボードゲーム、やめてください、殺される。一回でもやる。